お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 100% 新車感つくば中央店の加藤と申します。よろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対策を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにウェブ商談システムを導入いたしました。こちらの方も合わせてご利用ください。では本日紹介する車はこちら、ムーブカスタムグレードが X リミテッド SA3 になります。ムーブカスタムの中でグレードの方が中間に位置するグレードになります。そしてこちらの方、お色の方がレッドメタリックになっております。ちょっと近づいてもらうと結構綺麗な色合いになってると思うんですけど、はい、やっぱでもカラーリングで白と黒選ぶ方大変多いんですけど、やっぱこういう赤色だったり青だったりそういうのを選んでいただけても結構かっこよく仕上がると思います、はい。そしてこちらお車なんですけど、パノラマ対応のアップグレードついてますので、まあ、前方のカメラだったりサイドだったり後方のカメラこちらの方ついております。ただこちらの方はオプション品になりまして、純正ですとナビアップグレードパックといいまして、バックカメラのみこちら標準でついてくるような形になります。でフロントのデザインなんですけど、こちらフロントグリル大きくメッキ加工ついております。こちらの方ですね、こちらのヘッドランプまでつながっているように施されております。そしてヘッドランプなんですけど、こちらの方は標準でも LED のヘッドランプになっております。でここですね、ここクリアランスランプがついてますので、こちらの方も標準でついております。そしてヘッドランプなんですけど、こちらマニュアルレベリング機能付きということで、まあ鉱石とか重たい荷物だったり人を鉱石に乗ってる時にちょっと車重で前方が上向いちゃうよっていう時にヘッドランプの後軸ですね、後軸の方をちょっと下げたりとかも調整できますので、はい。して下の方行っていただけると、こちら LED のフォグランプですね、こちらの方も標準でついてきます。そしてもう一個上のグレードになりますと、こちらの方ですね、こちらの方に LED のイルミネーションランプがつきます。そして一個上のグレードが RS のハイパー SA3 っていう一番上の上位グレードになるんですけど、まあ、見た目の方はまあその辺ですね、この辺にイルミネーションランプがつくぐらいになっております。はい、じゃあちょっとサイドに回っていただいて、じゃあタイヤですね、次タイヤちょっと映していただいて、そしてこちらのタイヤが14インチのアルミホイールになります。そしてこちらなんですけど、こちらもう一個上のグレードになりますと RS のハイパー SA3 になりますと15インチのタイヤになります。して各グレードによってホイールのデザインの方も変わってきますので、してこちらのグレードになりますとこちらのデザインになっております。じゃあそのままサイド行っていただいて、あ、ドアミラーですね、ドアミラーの方にもウインカーしっかりついておりますね。してこちらの方の下にパノラマのカメラがついております。はい、ありがとうございます。後ろの方に行っていただいて、でこちらのコンビネーションランプですね、こちらクリアレンズになっております。そしてハザードなんですけど、こちら60キロ以上で走行中急ブレーキ踏んだ時に自動的にハザードランプが点滅するようになっておりますので、こちらの方標準でついてきます。じゃあちょっとラゲージの方見ていきたいと思います。
い、ラゲージなんですけど、ちょっとスペースの方はこのぐらいとあまり広いとは言えないんですけど、まあ、鉱石倒していただければ相当広くなります。ちょっと実際に倒してみたいと思うんですけど、こちら後ろから実は前後できるんですよ、はい、そしてこのまま、まあ、片手で簡単に倒すことができます。まあ、完全にフルフラットとはいかないんですけど、まあ、これだけ鉱石倒していただければ荷物は相当積めるんじゃないかと思います。はい、してですね、こちら下の方、ラゲージの下の収納ですね、こちらの方も確保されてますので、汚れ物だったりとかちょっとしたものだったら入れられますので、ご活用の方お願いします。じゃあそのままカメラさんは後部座席の方に行っていただいて、もちろん後部座席後ろからだけじゃなくて、後ろ後部座席の方からも前後できますので、はい、ちょっと実際に乗ってみたいと思います。ちょっと車体の大きさの割には後部座席相当なスペース確保されております。私172センチなんですけど、頭もこれぐらい、だいたい10センチ12、3センチぐらい余裕がありますので、結構大の大人が乗ったとしても、まあ、ゆとりのある室内空間にはなっていると思います。じゃあそのまま助手席の方に行っていただいてもよろしいでしょうか。はい、あですね、こちらの内装色がブラックになっており、こちらデザインですね、パネル周りのデザインなんですけど、こちらがクロッシーブロック、ブラッククロスという仕様になっております。結構落ち着いたデザインでいいんじゃないかと思います。こちらですね、夜になりますとちょっと今昼まで分かりにくいんですけど、実はここイルミネーションついてるんですよ。やっぱり夜になると室内真っ暗になると思うんですよね。そうするとちょっとしたこういうカメラでも見えますかね、青色のライトがついております。で、まあここだけじゃなくて、例えば左の方のこちらのボックス内の中にもライトの方ついておりますので、はい、でさらにまだあるんです、こう助手席側のドリンクホルダーも実はライトがついております。すべてライト、青色のライトがついております。ちょっとカメラさん側だと厳しいんですけど、運転席側のドリンクホルダーの方にもついておりますので、はい。そしてあとは、まあ、ダイハツさんですので結構収納力があります。まあ、今見てもらったこうだったり、まあ、ボックス内だったり、まあ、真ん中のこちらの方だったりと、あとは助手席側の足元ですね、足元こちらですね、すみません、こちらの方にも実は隠れた収納がありますので、プラスチック製ですので汚れ物とかも全然入れていただければと思います。はい、ありがとうございます。そしてまあこの辺の加色は、まあ、先ほど言ったデザインだったり、まあ、ピアノブラックになってますので、まあ、ちょっと指紋とかつきやすいのかなとは思います。まあ、でもかなり落ち着いたデザインで相当いいと思いますね。はい、室内灯なんですけど、実はこれ LED が標準でついてきます。このクラスになると普通の電球だったりするんですけど、こちらの方はもう LED が標準でついてきますので、こちらの方相当明るく夜照らせると思います。はい、ですかね。はい、でこちらなんですけど、実はフロントドアとリアドアどっちも90度開きます。なんで大きい荷物だったり、大きい荷物とか出し入れする際相当出し入れしやすいと思います。はい、
じゃあそのまま前に行っていただいて、ちょっと本日のレビューを軽くしたいと思います。はい、そしてこちら完全に個人のレビューになるんですけど、上から行かせていただきます。こちら車両価格の方が151万と、今の軽自動車の中では相当安い、手の届きやすい価格帯になってますので、ちょっと補充の方付けさせていただいております。はい、あ、すいません、ちょっとだいぶずれてます。そしてスタイルの方なんですけど、スタイルの方も相当かっこいいんですけど、まあ、ちょっと男性向けかなと思いまして、こちら星3の方付けさせていただいております。そして居住性に関しましては、まあ、軽自動車の中で、最近軽自動車の中で言うと居住性が相当、まあ、高さだったり相当確保されている車両もありますので、ちょっとこちらの方高さが足りないかなと思いまして、星3となっております。燃費に関しましては、まあ、人気の軽自動車と全く変わらない、リッターカタログ値になるんですけど、リッター20キロ出ますので、まあ、相当優れていると思います。ですので星4付けさせていただいております。そしてちょっと残念なですけど、リセール価格の方があまり高いとは言えませんので、ちょっと3年後のリセール価格予想としまして、80万残るか残らないか、ちょっと怪しいところですね。ですので、まあ、80万もいけば相当いい方だと思うんですけど、相当人気な車種ってわけではないので、ちょっとこのぐらいが目安になってくるとは思います。はい、そして私として総合評価ですね、こちらの方星3と付けさせていただいております。はい、まあ、個人で、まあ、例えば通勤とかや使う分には相当いい、燃費もいいですし、相当使い勝手はあると思います。そしてまあ1人2人乗る分だったら全然走行には問題ないと思いますけど、まあ4人だいたい家族連れだったりするとちょっと窮屈感が出てくるんじゃないかと思います。まあ後席足元は広いんですけど、やっぱ高さとかちょっとあまりないので、そこら辺窮屈に感じるんじゃないかと思います。はい、では私の方でこちら本日車の方の情報は以上になります。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまたのご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。